よ、よし、アニー。ああ、さあ、行こう。バズの時と、行こう。またお前、バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が闇を生み出したって。違う。心がつながっていれば、どんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか、言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は、闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。ウッディたちは仲間と引き離されても、思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、つながることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと。今だ。待たせたな、カウボーイの登場だ。ウッディ、私はどうしてたんだ。ん？
何のことだ？おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか？そんなはずは。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは。そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人情にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。例としてお前たちに贈り物を残していこう。待て、心のつながりをたどれ。なんだ、気をつけろ。燃え上がれ。
一緒に。了解した。どれ行くぞ。それ行くぞ。行くぞ。それそれそれ行くぞ。終わりだ。ゼアノートに逃げられちゃったね。あいつは見てれば味。ごめ ん, ん, んみんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんとほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのに、もうお別れなんて寂しいだろ。みんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ。ん？バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。ん？空も僕がしっかりしてるんだ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったら、ソラたちとは会えなくなるんだろ。でも、アンディのことはいいのか？大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていれば、すぐに会えるさ。ソラたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが、安心してくれ。みんなソラたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。
さあ旅立て、無限の彼方へ。それは目覚まるうちあやはボロにしよう。それまた聞く。旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも心を宿す体がないんだよな。戻し方はレイディアントガーデンで調べてるよね。だったら体のことも考えてるかも。モバイルポータルで誰かと通信してみるかい。イエンツォだっけ。よし、連絡してみる。あ、ソラかい。ちょっと、あれ、なんで王様が。実は今、リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。ソラたちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。ソラ、何かあったのか。みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって。そうか、ソラは知らないんだな。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか。ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。あいつらもレプリカを探してるのかな。違うよ、黒い箱だよ。あいつら13機関とマレフィセント。あどう、ねえねえ、おいしすみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソラたちはテラの方を頼むよ。ちょっと、ちょっと。向こうは相変わらずのようだね。それがソラたちのいいところです。さて、マーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい。Thank you.